堺で丸亀バイパス、瀬戸中央自動車道坂で IC 付近香川県、綾やう郡宇多津町坂で丸亀バイパスは、香川県坂出で市府中町から、善通寺市中村町に至る延長 20.4km の国道11号バイパスとして建設された道路で、交通混雑の緩和及び、交通安全の確保を目的としたものである。現在は、国道11号の一部となっており、 全線完成供用している。全線を通した平均交通量は33,962台。香川県内では高松南、バイパス、高松東バイパスに次いで多く、中山、生山地方では最多の交通量を要する。丸亀伊東では東へ向かうほど混雑し、起点の境でし、前谷東交差点から丸亀し時川周辺までの混雑度は、 設計時の交通要領である1.00を超えている。特に起点から上支部交差点までの混雑度1.72は、当該バイパス中最高で、この一帯が慢性的混雑状態になっていることを表す数値である。しかし、それとは逆に昼間12時間における平均旅行速度はこの一帯が最も速い区間の一つである。特に、 河津交差点境で IC と小塚交差点多度津高果、橋西交差点では平均旅行速度が最高速度の時速 60km を超えていることから、全国間も含めたこの周辺の流れがいかに速いかが見て取れる。その他、原田西交差点の交通量は平日よりも休日の方が多く、全体的に平日の交通量の方が多い、香川県内の一般国道の中においては、 例外地点でもある。ありがとうございます。